はい、皆さんこんにちは、旭山動物園でカバを担当している中田と言います。旭山動物園のカバはですね、2頭いまして、今こちらに出ているのはオスの桃吉と言います。今8歳ですね。出身地は長崎のバイオパークというところ生まれでございます。で、メスの朝子は、1つ年下の7歳で、今バックヤードいますけども、交代交代で出しています。で、この旭山動物園のプールはですね、深いプールになってまして、まあ、見どころといったら、このカバの桃吉あたりを最近はですね、ぐるぐるローリングしながら泳いだりとか、なかなか、カバってこんな動きができるのって思うぐらいな動きをしてくれますので、そんなところを見ていただきたいなというふうに思います。で、まあ、若いペアですけども、繁殖も可能な年齢なので、まあ、今後、子供が生まれて、この深いプールで、ね、子供がわしゃわしゃ泳ぎ回るのを、早くお見せしてできたらいいなというふうに思います。ぜひ遊びに来てください。